はい、こんにちは、こんばんは、スルマです。今日はドンキホーテ2000円で買ってきたこのウォータープールスピーカー Bluetooth の使用感で、良かった点、悪かった点について、語っていきたいかなと思ってます。今回ね、語るっていうのはなんか使用してみてどうだったのかっていうことについてね、ちょっと語ってみたいかなと思ってましたので、前からそれをやっていきたいと思います。で、今回良かった点はね、まずこれ壁に貼り付けることができるということですね。これなんか床とか、あとお風呂のタイルとかに貼り付けができて、ちゃんと固定できるというところは良かったです。で、お風呂で音楽を聴いたりして、スピーカーをね、スマホから、スマホの音楽をこのスピーカーにで聞くことができるっていうことが良かった点ですね。で、お風呂であるから防水である。濡れてもね、そんなに壊れないっていうところが良かったです。で、本当悪かった点っていうのが、ここで音をね、大きくしてるんですよ。だけど、なぜか、何、音が小さいんですよ。音が小さいので、お風呂で聞いてて、なんか安っぽいようなね、感じのね、音に感じられるのがすごく残念です。そこはちょっと残念かなと思ってます。その重低感とか、なんか綺麗な音で再生されるとか、なんていうのはないですね。なんかさすが2000円のスピーカーって感じです。でもね、全体的にちょっと安っぽい音になってるかなって感じがしましたね。で、音が小さいもんで、シャワーなどを使用しているときに、なんか音が聞こえないんですよ。シャワーの音とかで音がかき消されちゃってて、なんかシャワー、音が聞こえないっていうのはすごいちょっと残念でしたね。でも実際にちょっと試してみたいんですけど、やっぱりね、音楽とかね、下手にね、音をね、流しちゃうと著作権とかの関係でちょっとできないんですよ。それはちょっと申し訳ないと思います。充電器なんですけど、これ USB ケーブルじゃないですか。USB ケーブルなんですけど、ここの先が、マイクロ USB ケーブルが良かったですね。で、この細長いケーブルだもんで、なんか万用性がないというか、マイクロ USB ケーブルだったら万用性あるんですけど、万用性がないっていうところが残念ですね。このスピーカーだけの充電しか使えないっていうのがすごくね、ちょっとね、もう残念です。それがちょっとね、残念な、充電ケーブルだと思いました。Bluetooth のスピーカーなもんで、まあ、稀にね、なんか、音ずれ的なことがありますね。多少ずれたりすることはあるんですけど、まあ、大概はそんなにずれて音が聞こえるってことはあんまりなかったですね、使ってて。まあ、スピーカーとしてはかなり微妙なスピーカーだとは思いましたね、駿河的に。ということで、今回は実際に使用してみてのレビューでした。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。